Today I got this question. What does nama mean? What does nama mean? Nama って何ですかっていう質問です。nama ね、これはね、This is actually kind of difficult question. まあ basically, if you search in dictionary, it say raw. 生のお肉で、生肉とか、生野菜とか、あとは生卵、あと生ゴミとか、こんな感じです。これがまあ大体 70%、80% or more are これね、大体この raw 生です。で、あともう一つが生放送とか生演奏みたいな、このライブっていう意味の生もあります。で、これがまあ残りですよ。だから辞書だとこの2つです。基本的にこの2つ、これだけ覚えてれば、まあテストは大丈夫です。 But in real life you will see different type of 生 a lot in Japan。 例えばまあ次にまあよく使うのが生ビールですね。生ビール。This is not raw, and this is also not live, of course. This is just because, なんだろうな、加熱処理されてない、heat treatment がないから、生ビールって言います。うん。これとね、まあ、同じような種類にあるのが、非常油とか、生醤油ってやつですね。うん。これ、ローソイソースとは言わないと思います。英語でなんて言うんだろうね。I don't know how to say in English.But no heat treatment, no processed. これがね、この this type of soy sauce が生醤油、生醤油って言います。But this is not all. 次にね、よく見るのが生キャラメルと生チョコっていうこのお菓子にね、生がね、使われてることがあるんですよ。この生は何か raw ではないし、live でもないし、not processed とか no heat treatment っていうわけでもないです。これはフレッシュクリーム。生クリームが使われてるから、このお菓子は生チョコとか生キャラメルって呼ばれてます。もう意味わかんないでしょ?しかもこの生クリームも意味が2つあります。2つ。1つがさっき言ったフレッシュクリームで、もう1つがウィップクリーム。これも生クリームって言います。で、ちなみにこの生チョコ、生キャラメルは、フレッシュクリームが使われてるから、生チョコ、生キャラメルって言います。あとなんだっけ?生クリームじゃなくて普通のクリーム、ジャパニーズクリームっていうのはイングリッシュで言うとカスタードクリームのことです。カスタードクリーム、これがクリームです。日本のね、ぐちゃぐちゃでしょぐちゃぐちゃ、そりゃ of course it's very difficult to learn Japanese って感じですよね。めちゃくちゃ難しい。うん。でね it's not finished yet。 ここからちょっとマニアックゾーン、もうクレイジーゾーンに入っていくんですけど、次に最近ちょっとまあ流行ってる、 It's not popular yet but it started to being a little bit popular っていうのが生ドーナツっていうのがあります。生ドーナツ聞いたことあるかな。 Have you ever heard 生ドーナツ。 It's not like a fried, it's not grilled。 で、これ何かっていうと、スポンジあるでしょ。スポンジ、これの上にジェリーとかムース、これを乗っけて make a shape look like donuts にしたものをこれ生ドーナツって言うそうです。生クリームも使ってないのにお菓子で生ドーナツ、もうはって感じわけわかんないでしょ。 I don't know what's going on って感じなんだけど、生ドーナツ、これも生です、覚えてくださいで、あとまあこれはね、 It's not only popular in Japan, also popular in other country なんですけど、タピオカありますよね。タピオカドリンク、これも普通のタピオカと、生タピオカの2種類あります。2種類、この2つの違いは It's not because fresh cream だし、 It's not because raw だし、 It's not because live。 これも生ドーナツと一緒で、なんだろうな、プルプルしてるから、ちょっとプルプルプルってしてるでしょ。このプルプルテキスチューが生っていうイメージを日本人に与えてるみたいで、だから生タピオカ、生ドーナツって言うみたいなんですね。言葉ってね、不思議だね。これ生じゃないもんね。とにかく生の意味はいっぱいあるんですけど、基本的には raw, not processed、 次に live、 この2つだけをメインに覚えてくれれば OK です。今日はこんな感じで終わります。じゃあありがとうございました。バイバイ。